どちらからです。どっちかじゃあ。難しい。ベアリーズは交換かなさすがに。どうします？チャージャンで。これシュビクダちゃんと握っとかなきゃね。おっと重たい装備を外したピッコロタイマーを。しゃあ。どうぞ。それの力だ。好きなに。ピッコロ。我の力を思い知れ。ピッコロのマント超重たいから。ちゃんと。え？マジで？手が打てない。マジで？それは結構きついね。きついっす。勝手に出すのね。ジャージャンドロー。それはきついと思いますよ。じゃあファイナルフェーズ必殺変身。おお。そして必殺変身からのツードロー。あれそれってあれ増えるやつ？じゃあ一発でツードロー。あ、これ増えないやつ。だから最初から3点なの。増えないから。2回攻撃とか、うん、そしてゼータがいるのは使える。人造符3ゲージ。強いね、そのコンボ。怖いわ。うん、このまま勝っちゃうかね、なんてね。ワンタンキル？いや、難しいっすね。このターンちょっと考えてね。ワンタン切っちゃう？ワンタン切る。しちゃう？きちゃう？しちゃう？いや、まず3点ピッシュ。あ、どくし！ガバシャバ！ラスカス！ゴール。あ1点ピッシュ。あ、どくしくし！エンド。やった。ドロー。結構このデッキ、守備力弱いから、センター置いとくだけでだいぶ。だいぶ1枚壁あるだけでだいぶいいよ。あれ、さっき。ガル来た。うん、なぜ波開いてる？タモさんか、壁切った。なぜ波開いてる？先余ったら住んでるよ。余ったま。ゲージ払って、バディーコール。バディーコール。キャスト。バルレスキュー。バルがいるなら。バルがいるなら。バルなくても大丈夫だ。2ゲージはバルがいなくても大丈夫です。いるならいるならドロップゾーンのお強っ2つのモンスター回収選べるんですけど、うん、どちらかなんですけどね、どちらかね、あ、そういうことか、そういうことで回収の効果強かった、強強、まあゲージが必要だったと、ゲージに払って、うん、装備、お、装備した、メロンコース6以下なんで、あ、6以下じゃなくなってた、え、あ、6以下じゃない、あー、バディコール、バディコールしない、しないって選択肢もあるよ、あ、そうだね、しないでおく、うん、じゃあ装備したいなら違う、あのコールしたらできないんだ、バディコールしなければいいんだ、できない、ありなんですか、そういうのありだ、ありだよ、ありか、うん、お、学んだ、うん、そうそう、どうしよう、なんで今の影響がきするようやるかな、4000だよ、そうだ、何すんな、アバック、貫通なのね、それやだ、貫通かよ、2点、兄ちゃん、これってなんだっけ、超じゃなく連携攻撃するなら全破壊、全破壊か、今いないから関係ないの、はい、OKOK、 おーいや、2点受けよ、1点受けよ、新しいね、1点、じゃあファイナルフィーズ、やめて、死ぬ、刑事さん払って、うん、いや太陽竜のモンスターの上に、あれ俺死ぬんじゃないかな、これ、で、こいつサイズオーバーで破壊、うん、で、あ、サイズオーバーじゃない、サイズオーバーじゃない、サイズ2だ、はい、で、こいつが出た時、武器がスタンドして、で、攻撃できる、なるほど、で、連携攻撃するならこれに1プラスして、うん、貫通も与える、なるほど、なるほど、ん、終わっちゃうんじゃない、うん、この、あ、このカードもだよ、このカードとアイテムは貫通を得て打撃プラス1だから1、1の6、連携したら合計6点貫通だね、うん、死んだかな、うーん、じゃあ連携、死んだー、あー、勝ったー瞬殺だったんだけど、なんか瞬殺ばっかだね、連敗、タクちゃん、タクちゃん連敗、なんかね、やっぱ貫通無理だった、せっかく真ん中固めたのに、ジェムクローン、貫通なければ1残して生きてた、
チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたと爪を出たけ